日曜日の20時になりました。香川のグルメのお時間です。ということでヤグタウンです。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で合計337店舗目のお店となります。そして今日はさぬきうどんではなく香川の串焼き屋さんの紹介をさせていただきたいと思います。ということで今日は香川県観音寺市にある串焼きライトさんの方へ向かっていっております。それではこの串焼きライトさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですがまだついていませんでした。そして Google の点数は 4.4 点となっています。営業時間は火曜から木曜、そして日曜日が17時から23時までで、金曜日土曜日が24時まで、定休日は毎週月曜日に第3日曜日です。交通手段として車の場合駐車場が約5台分あります。最寄り駅は豊浜駅で 400m ほどの位置です。おすすめはこだわりつくねです。鮮度のいい朝引き鶏を備長炭で焼いています。20年ものの秘伝の継ぎ足したれを使っている昭和レトロ感が漂うお店です。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。こんにちは。あ、2人です。はい。炭火のいい香りがします。お通しはキャベツが用意されていました。じゃあこちら記入式なんで書いていこう。串系の注文は専門の用紙があるのでそこに正の字で記入します。一品物とかは口頭での注文になります。じゃあすいません。はい。焼き鳥これ注文と、あと単品もいいですか。はい。自家製の鶏スルメと、はい、あと親鶏餃子。とりあえず以上でお願いします。店内はこんな感じになってます。テーブル席にあとはカウンター席で構成されているお店で、いろいろと懐かしいところがあって、ポスターも右読みの文字、そして天使さんの顔をしたマリオのフィギュアもあります。
それではいただきます。このつくねがこちらのお店で一番のおすすめです。中はふっくらで、外は焦げ目の甘香ばしい味です。炭火の風味ががっつりついててすごく美味しいです。一度オーブンで7割くらいふっくらと火を入れた後に炭火の高火力で一気に焼き上げているので、この食感になるみたいです。店主さん曰く、四国一うまいつくねで、このつくねを出したくてお店を開いたんですって。それでは焼き鳥の5本盛りもいただいていきます。左から桃、親ぼんじり、せせり、油はつ、とろきも。この中でも特に印象に残ったのがこの親ぼんじりです。ぼんじりはお尻の骨周りのお肉で希少部位なんですって。親だからプリッとしたもちもちな噛み応えで、すごく脂が乗ってる滑らかな脂の旨味がありました。僕自身あんまり肝が得意じゃないんですけど、このとろ肝もとても美味しかったです。ごま油で味付けされてて、独特な臭みも少ない、舌の上でねっとりととろけるような肝でした。それでは親鳥餃子もいただきます。ごろっとした親鳥が中に入っているジューシーな餃子、キャベツの甘みにさっぱり塩コショウとレモンが美味しいです。それでは自家製の鶏スルメもいただきます。鶏のささみを自家製醤油ダレで一晩漬け込んで乾かしたもので、ギュッと鶏の旨味が濃縮されてました。もし今日の動画を見て焼き鳥食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。友達や同僚に焼き鳥好き香川県出身の方おられましたら、ぜひこちらの動画のことをおすすめしていただけるとすごく嬉しいです。今回のお店が好きな方におすすめのお店を下の概要欄の方に載せてあるので、ぜひそちらから動画見に行ってください。まだいろいろ食べてるんですけど、少し動画が長くなるので、また後日2本立てにして動画にしようと思います。本当にどれもこれもお酒を飲みたくなる、お酒が進みそうだなって思うようなとても美味しい焼き鳥でした。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。いや、どうもごちそうさまでした。お会計お願いします。はい、いや、どうもごちそうさまでした。ありがとうございます。お気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございました。何も言えなくて黙ったのだ。濡れた風を突き放して走ったのは雷鳴さ、競争した。